安倍さんもそうですけれども樽作りの斉藤さんとかですね、うん、こう一つ一つのこう出会いをすごく大事にされている、うん、なんか印象がすごい強いですね、うん、なんかこうご友人とかあとは飲食店で出会ったその何ですかね一期一会の出会いも大事にされてるっていう印象が強いんですけど、うん、もうそういった出会いは他にもたくさんやっぱあるものですかバーにはありますね。例えばそのカードシリーズの延長ですけれども、うん、あのジョーカー、はい、あそこにあるラベルのジョーカーですけれども、うん、あのそれを作るときにやっぱり どうも あんまりこういいデザインが出てこないんですよ。なんか本当おもちゃみたいなデザインになっちゃうんですよね、どうしてもあの普通のトランプのラベルにすると。でその時にあのやはり秩父のバーで知り合った、作家の方、はい、あのその方がいつもピエロの絵を描いてるんですよ、うん、で あれジョーカーのラベルに使えるんじゃないかなって思ってその方にご相談して、最後のジョーカーについては地元の画家さんにお願いをして描いてもらったんですね、はい、あなるほど、はい、なんかそこもやっぱり地元の画家さんになるとこうその画家さんもなんか地元の製品に携われるのは嬉しいでしょうし、うん、こうアクトさん自身も地元の画家さんですまたなんか喜びが増幅する、うん、そんなイメージがありますね。そうですね、うん、なるほどなるほど。なんかそのウイスキー作りは昔ながらの製法にこだわって、うん、なおかつすごく時間がかかるものっていうのと、うん、こう出会いを一つ一つ大事にしながらこう変化にこう柔軟に対応していくこう、うん、アクトさんのこう2つのなんていうんですかね軸があると思うんですけれども、なんかこう今でいうとコロナですとか、うん、SNS の発達によってこう時代っていうのがすごい勢いで変化してると思うんですよね、うん、でこう昔のこうベンチャーウイスキーもしくはアクトさんと今現在の会社とで何かこう変化したことってありますかね、うん、そうですね変化、まあブレない軸を持ちながら、まあ、変化は常にしている感じですよね、まあ、言ってみればその会社の規模というのは確実に変わっていますし、従業員も最初はあの自分一人で始めた会社が本当一人二人と人が集まってきて、もう総勢、40人ぐらいにはなってますし、まあ、それに応じて、生産量も増えているというような状況ですよね。で、ただそれはまだまだ飲みたいけれどもうちのウイスキーが手に入らないよっていう方がたくさんいらっしゃるので、まあ、そういった人たちがいらっしゃる間は会社っていうのは生産量増やしてもいいと思うんですよ。ただ目的をその生産量だったり売り上げだったりってとこにさえしなければ、はい、まだまだ変化はしていけるのかなっていう感じはしますね、うん、なるほど、あとは当時まあ、資本もあまりなく銀行から借りられる、額にもこうかなり制限が加わった状態で最初スタートしましたけれども、うん、だから当時はまだできなかったやりたかったけどできなかったっていうことが直火蒸留だったんですよ。よりウイスキーが複雑意味で、長い余韻が楽しめる、まあ、そういうスピリッツ生産ができたらいいなと思ってましたけど、一つはお金の問題、一つは未経験だったからやっぱり突然難しいことに挑戦するよりも間接加熱による安定した生産安定した品質をまずは学んでからでもいいやと、まあ、その時は蒸気による間接加熱を選んだんですけども、でもこれで10年以上の経験が蓄積できましたんで、2019年に、スタートした第二蒸留所ではガスによる直火蒸留、これを採用しています、うん、でこれはまあやっぱ10年かけて自分がやりたかった、蒸留方法なので、非常に味わい的にもいいものができているなというふうに思いますね。なるほど。その直火蒸留は従業員の方にも、うん、もう以前から将来的にはこういうことをやってみたいんだっていうのはもう常に話されていたんですか？常に話してるってことはなかったですけども、将来というかもともと
実は本当は直火蒸留もやりたかったけど、まあ、先ほどの理由でできなかったよと。だけど、まあ、それでがっかりしてるんじゃわけではなく、むしろ安定した品質なものを作る、まあ、言ってみれば作りに関してはその時点ではまあ初心者みたいなもんですからね。そういった人間が作りやすいやり方で美味しいものを作っていく、これは決して間違ってないというふうに思ってますんで、当時はそういうことだったんだよっていう話はやっぱりしましたよね。なるほど。なんかこの秩父蒸留所の土地を借りる時の記事を読ませていただいた時に、最初断りに来た担当者の方に、そうとは知らず悪党さんが熱く話されて、これはちょっと断れないなって一回上司に持ち帰られて、で上司と一緒に説得しに来られた方に悪党さんがまた熱く語られて、これはもうどうにかしてこの土地で蒸留所をやらせてあげたいというふうになって、最終的にこう組織を動かしたってお話を読ませていただいたんですけれども、なんかその方にもそうですし、従業員の方にもそうですし、先ほどの山口さんにもそうですし、アクタさんが夢をやっぱ語られる機会がすごく多いですね。すごくそれが素晴らしいなってお聞きしてて思いました。ありがとうございます。なんかやっぱりこうそのアクタさんの夢についてちょっと最後お聞きしたいんですけれども、まずベンチャーウイスキーとして今後やっていきたいこと、新しい挑戦とかって何か考えられてたりしますか？そうですね、やはりウイスキー専業メーカーとしてより美味しいウイスキーというものを目指して、取り組んでいく中で必要なことがあればもう何でもやりたいなと思ってます。ですから多分それって今後これがあったらいいよねっていうもの、まあ、今でもいろいろあるんですけどね、それを一つ一つ、できるタイミングが来たらやっていきたいなっていう感じですかね。どうでした？今度アクトさんご自身のお話をちょっとお聞きしたいんですけども、もうアクトさんにとってこう秩父とかウイスキーっていうのはもう切っても切り離せないものではあるんですけれども、一旦ちょっと置いといて、アクトさんご自身がですね、これから何かやってみたいこととか挑戦したいことって何かあったりしますか？いやー、なんでしょうね、まあ、結局離れようと思っても戻ってきちゃうんですけど、この秩父蒸留所で作った30年もののウイスキーを飲むという、これが私の人生の目標ですので、ぜひともその実現のために必要なことはやらなきゃいけないなと。だから結局そのためには健康っていうのは非常に重要なことなので、やっぱりその健康管理だったり、まあもうここまで頑張ってきたんで何か趣味みたいなものを見つけてもいいのかなということは思いますけどね。なんかこうお仕事をしっかり日中しっかりされた後に、息抜きも兼ねてだと思うんですけど、やはり毎晩バーに行かれると、結構体力的にも大変なことあるかと思うんですけど、なんかその普段運動とかちょっとされたりするんですか？それがですね、最近時短営業になってるじゃないですか。ですから毎晩行くんですけど、寝る時間がめちゃめちゃ早くなりましてですね、朝目が覚めちゃうんですよ。それで以前から週に 2,3 回ぐらいは朝ランニングしてたんですけど、もう毎日するようになっちゃって、なるほど、これめちゃめちゃちょっと健康になってしまいました。はい、いや、いいことですね。でもじゃあもうコロナが無事収束したら、もう気兼ねなくこういろんなバー巡りがまたできますね。そうですね。なるほど。はい、ウィンドサーフィンをまた将来的にやってみたいなとか、そういったお気持ちは？やってみたいな。いやでもね、やっぱ体力いるんですよあれ。なんでまあやってみたいですね。はい、例えば今海行って昔のようにできるかなっていうんでチャレンジはしてみたいと思いますけど、あんまり無理するとね怪我しますんで。あ、そうですね。まずはお仕事がありますから。なるほどなるほど。明日最後になんですけれども、先ほど時代の変化によってこう対応されて変化してきた部分も柔軟にあるってお話だったんですけど、このウイスキー作りを始められた当初から今も、そしてこれからも変わらないものですね、
そしてこれからも変えることのないものって何かあったりしますか？そうですね、それはもうウイスキーの、美味しさの追求ですよね。でこれってウイスキーのこう宿命ですけれども、今持っている原酒の熟成年数だったり量っていうのがもう制約条件なんですよ、全ての、うん、で今30年もの飲みたいと思っても絶対飲めないんですね。なのでこれから例えば現在は10年ものを中心として、それがその中でのベストを尽くしていく。でもこれが15年ものを持てるようになってくると、その中でのベストを尽くす。で20年、25年、30年っていう世界になってくるんですね。で30年ものを私が口にする頃には、ベンチャーウイスキーっていうのは多彩な熟成年数の原酒を保有している会社になると、うん、今度はその制約条件が時間とともにどん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 外れていくというか、可能性が広がっていくんですよね。だからそれを理解した上で、あまり売れるからって調子に乗ってこういい原酒どんどん打ち合うなんていうことがないように、我慢しながら、会社経営をやっていかなきゃいけないな、まあ、それは本当に将来のウイスキーのより良い、より美味しいウイスキー作りを目指す上では必須なことじゃないかなと思いますね、うん、なるほど。そうやってこう今自分たちのこう味を守りながら、うん、将来アクトさんご自身が飲むウイスキーのことも考えて楽しみに頑張りながら、うん、あと最初のお話じゃないんですけれども、うん、将来ウイスキー作りに携わる方たちへの財産を今作られているってことなんですね、うんうん、そうですね。ありがとうございます。いや本当になんかこうウイスキー作りというのが、まあ、お酒作りもそうなんですけど、うん、私自身ちょっと身近なものではなかったので、今日こうしてですね、こうアクトさんご自身のお話を中心にお聞きしたんですけれども、うん、こう明るくですね熱く夢を語られるこのアクトさんのなんかこう若かりし頃の絵がすごく想像できてですね、本当に楽しい時間となりました、うん、はい。で製品作りとかラベルのデザインのこととかもですね、本当貴重なお話をたくさんしていただいて、今日は誠にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。アクト一郎さんでした。ありがとうございます。